あ、苦しみユーカリン。ユーカリンでーす。待って、ちょっとなんか唇がめっちゃ痛いんだけど、なんで？福ちゃんさんかわいい、ありがとう。慎吾さんかわいい、ありがとう。慎吾さん結婚してもありがとう。やだ、けど考えとくね。ヤシーさん結婚してありがとう。やだ、けど考えとくね。タカボンさん、黄色い鳥、コリラックマ、ありがとう。リラックマもありがとう。そう、犬派だけど、これどこが正確な位置なんか分からんかったんよね。でもさ、これ一応猫耳なんだけどさ、犬にも見えるよね。なんか鬼みたいになるんだけど、猫じゃなくない？これ可愛い位置がわかんない。調子はオッケー。こういちさん、リラックマ、コリラックマ、黄色い鳥、ありがとう。そう、アーニャみたいのついてる。アーニャピーナッツ、確かにアーニャみたい。猫じゃないよね、これ位置がおかしいだけ。位置がさ、アーニャの位置、アーニャの位置。ここか。見に行く。ヤマさん黄色い鳥かわいい、ありがとう。ストミチさん、リラックマ、コリラックマ、ありがとう。カンちゃんさん、リス、ありがとう。後ろ？後ろって、怖い怖い。お化け？お化けともいる？中目くん、中田さん、黄色い鳥、ありがとう。山さん、ハート、ありがとう。確かに、角にも見える。なんか、鬼感ない？難しい。位置が。柏木まさきさん、リラックマ、ありがとう。山さん、ハート、ありがとう。父ちゃんさん、かわいい、ありがとう。これリラックマ感ある。確かにちょっとこの雰囲気に合ってるよね、周りの。サタンさん、黄色い鳥、ありがとう。アーニャピーナッツが好き。テルさん、リラックマ、ありがとう。カプレさん、ハート、ありがとう。柏木まさきさん、結婚してありがとう。やだけど考えとくね。うわ、ニキビできた。うー、ヤマさん、クマ、ありがとう。今日のクロトスもかわいい、うれしい。こんばんは、初見ありがとうございます。ぜひフォローしてね。奈良西さん、リラックマ、ありがとう。確かに最近白服多いわ、着てるの。毎日配信見てるアピールいいと思いますよ、いいですよ。クロリンパさん、リラックマ、コリラックマの飛んでるやつ、ありがとう。奈良西さん、黄色い鳥、ありがとう。確かにインスタライブみたいに縦画面で見たくなった。あ、ギリ。え、無理か。前髪が伸びてきてしもうた。ゆきさん、コリラックマ、間違えた、黄色い鳥、ありがとう。おあ、当てはまってた今待って、びっくりしたんだけど今、びっくりしたんだけど。対応力はまああるということで。でも、え、ちょっと待ってね。ホセデラローサさん、リラックマ、ありがとう。お、俺も犬派、一緒一緒。シンゴさん、コリラックマ飛んでるやつ、ありがとう。ポルダーグリさん、コリラックマ、ありがとう。明日もお仕事でお話し会できなくなっちゃった、ごめん。そうか、お仕事頑張ってください。また話せる機会に。この絵文字よく私が使う、かわいい絵文字。そっか。ちょっとさん、リラックマ、ありがとう。自然淘汰主義、聞き逃したからラジルラジルで聞いてみる。ラジルラジルで聞いてみる。お、聞いてみてください。そう、今日公開。私も知らなかったんですけどね。あ、知らなかった。恋ラジさんで自然淘汰主義
4月たちのお話し会とサイン会決済したのでよろしくです。こちらこそよろしくよろしく。あ、クラリンパさん、猫の紫の子のでっかい猫ありがとうびっくりした、ありがとう。あ、服ね合わせたよ、いると、おお、あってびっくりする、毎回びっくりするんだけど画面に現れたら。くるくるの配信が仕事帰りの癒し、ありがとう、優しい。で今日は部屋が暑い、優しい、ありがとう。強制的に猫にする、強制的に猫強制的よ。今回3種類エフェクトあるみたいだからやってみていいかな。え、申し訳ない、3種類。もうでもポーズする準備はできていますよ。ピスケさん可愛い、ありがとう。オルチさんレモンスターありがとう。竹松さん広い鳥ありがとう。ポーズする準備は万端。花火師さん猫ちゃん、紫のでっかい猫ちゃんありがとう。花火師さん、びっくりする。いや、ありがとう。花火師さんもありがとうございます。見てよ。え、さすがにさ、歌割りわかんないよね、さすがに。え、そうよね、確かに声ね難しい。私あんまりで自分で聞いても声わかんなかった、自分の。くるくるに淘汰されたい、くるくる淘汰主義。え、それはそれはなんか意味が変わってくる。ありがとう。しばじろうさん可愛い、ありがとう。中村さんリラクマ、コリラクマ黄色い鳥ありがとう。ダスビダーニャさん黄色い鳥ありがとう。サイン、え、サイン、どうだった、合ってたかな。サインね、まだね書ききれてないんですよ、後で書きたいと思います。トイさんハートありがとう。おお、待って待って、びっくり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 、待って。ムニエルさん猫ちゃんのやつありがとう、猫ちゃんありがとう、でかいやつ。トイさんハートありがとう、あ、ハートたくさんありがとう。羽山さんリラクマありがとう。デーモンさんリラクマ、コリラクマ黄色い鳥ありがとう。あ、ムニエルさん何個もねありがとうびっくりしたびっくりした、猫ちゃん確かにいろんな種類あった。猫、あ、にゃんにゃんの日よ。あ、怖い。エフェクト外れたら怖いんだけど、顔が。待って待って待って。あ、しんごさん、猫ちゃんありがとう、しんごさん。でっかい猫ちゃん。あ、むにりさんも、ありがとう、でっかい猫ちゃん。もうさっきも猫ばっかりびっくりびっくりびっくり。あ。え、タイムラグでかすぎて一生合わない。え、マジで？つなまよさん、猫ちゃん、ありがとう。猫ちゃん、ありがとう。みんなが、みんなが、たくさん、あれ、みんながたくさん、投げてくださったのか。ありがとう。猫ちゃんに、あ、あ、でもタイムラグ、え、投げる、投げ、みんなが見てる世界、みんなが見て画面、え、くるくるがプーズじゃない、ポーズし終わったのと合わんのかな、ポーズが。ダスビダーニャさんリラックマありがとう。え、怖い。自然と主義を教師と私は男として失格。大丈夫です大丈夫です大丈夫です。でも公開はね、多分ね、まだその今日って言われてはなかったけど、そう、自然と主義っていう曲名です。くるくるも参加する。つなまよさん猫ちゃんありがとう。サイン書き書き頑張ります。あ、黒田さんがしてる時には映像ないからただのポーズ。え、マジで、え、マジでそうなの。
そういうこと？出とかんといけんってことか。くるくる犬になりたい、猫になりたい。でもさ、自由に生きるだったらさ猫よね。でも好きなのは犬なんよね。どっちやろ。生まれ変わるなら、生まれ変わったら、決めれない。タイタニック最もチケット取りづらい作品。そうタイタニックマジやばい。タイタニックさ見に行きたいと思ったんだけどさ、もう私が気づいた頃に遅かった。今日のチケット、今日の3時から7時のチケット、上映チケットを昨日の夜に見たら席があと1席しか残ってなかった。で明日の分は全部完売されてた。あ、確かに自然淘汰主義もう口ずさんでも OK かもしれん。いざ口ずさもうと思ったら出てこない。明日のサイン会とてますが行けないです。名前はお任せします。了解。ありがとう。じゃあ届くのを楽しみにしていてね。猫は飼ったこと。猫ね、コロちゃんを飼う前になんかあるない、あ、飼ったことはないんだけど、そのペットショップにいた猫ちゃんを1週間だけお試しで連れて帰ったことはある。でもマジか、あのその返すというかさ、お試し期間が終わって ありがとうございましたってやるときはもう悲しすぎてもう忘れられん。ミエルさん、リラックマ、コリラックマ、黄色い鳥、ありがとう。くるくるに心に開いた穴を埋めてもらおう。これが沼の入り口。くるくるが埋めて差し上げますよ。あなたの心の横に戻し、心の沼を、あ、間違えた。埋めますよ。てつじさん、コリラックマ、ありがとう。間に合った、来てくれてありがとう。タイタニック。そう、タイタニック。ディカプリオさん、ディカプリオさんそんなにイケメンなんですか。ディカプリオさん、ディカプリオ、明日は何の日、わかんない。なんだっけ、何の祝日明日は。こんな可愛い子が世の中におりました。おりました。タイタニック諦めて湯道なんて、湯道ね、湯道さ、告知というかさ、広告じゃないんだけど、なんかさ CM みたいなんで湯道流れた時にココアさんがこれ見に行きたいって言ってたから行きたいな。湯道面白そう。湯道ココアさんも見たいって言ってた。安住もこれ面白そうって言ってた。いや、映画行きたいな。タイタニック昔上映されたやつ、そうそれが再上映みたいな感じで今されてるんだけど、でも映画館で上映されるのは今回が最後らしい。もう二度と上映されることはない。これ本当か分かんないけどね。くるくる犬派、あ、笑うセールスマン、なんかめっちゃ聞いたことある。笑うセールスマンさ、大悟さんがなんか CM やってない、 CM じゃない、広告みたいな YouTube。ワンちゃんも可愛いけど今見えてるアイドルさんが可愛すぎる。でしょ。少し背の高い猫ちゃん連れてきた時はコロちゃんはいなかった。沼から抜け出す方法ありません。くるくる配信見ると癒されすぎて眠くなります。眠くさせちゃってるか。寝てもいいんですよ。あなたの心の隙間を、あ、それが笑うセールスマン、あ、そうなの。めっちゃ聞いたことあるセリフだと思った。なんか太郎さん、リラックマ、ありがとう。天皇さんの誕生日か。天皇誕生日、なるほど。
知ってました知ってました。タイタニックね、見たことないの私。見てね、見たことない。くるくるで今 TikTok でじわじわ来てる待って、合わない唐突だった。またあ、ウエストランド井口さんのあるよね、なんだっけ、トゥ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 ウエストランド井口。え、知ってる知ってるやってみたい今日もおしめんか、最強すぎる、自慢のおしめん大好きだもの、ありがとう。うれしい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 。そう、タイタニックね、大人気。笑うセールスマン、そうなの？映画って地域ごとに上映時期違う。え、そうなの？自然通った、歌った、歌えました。あ、ええ、そう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 、レコーディングの時。じゃあ来る、あ、あ、待って、足つる、足つる足つる。竹まつるさん、猫の猫のさっきのでかいやつ、ありがとうありがとう竹まつるさん。足つった、やばい、待って、なんで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 。明日サイン会からのお話よろしくよろしく。あ、気持ち悪い。あ、釣った釣った。あ、戻った、治った。あ、待って、まだ、あ、治った治った、よかった、今急に釣ったわ井口さん知ってる、ウエストランド井口さん、増田さん、リラックマ、これリラックマ、黄色い鳥、ありがとう。 TikTok 昨日初めてインストールしたのはここだけの話。あ、したの？ぜひくるくるの、くるくる乗ってるやつ、いいねいいね。レコーディングも初だではなかった、初ではなかったけど楽しかったそう、レコーディングで初めてじゃなかった、実は。え、普通に椅子に座ってるだけ。配信の体勢は M900A さん、黄色い鳥、コリラクマ、リラクマ、ありがとう。水分補給、え、水分補給が足りてないってこと、水分補給しよう。で、今日なんかほっぺピンク、お風呂入ったからかな。授業の合間にお話し会参戦、間に合うと信じて待ってます。次郎さん、リラクマ、黄色い鳥、これラックもありがとう。明日またサイン見に行けるかわからん、あれあれ、待ってますよレコーディングはネット付きマイクに向かって、そう、ネット付きマイクに向かってなんか変なコメントあるぞ、ゾクゾクしたやばい、ヘキやん、ヘキやん。ミネラルトロ、待って、このニキビ本当に気になる。今日もすごく可愛い、ありがとう。オロチさん、黄色い鳥、ありがとう。くるくるの歌唱力、化粧の曲楽しみだわん、楽しみにしててわん、楽しみにしててわん。え、っていうかさ、え、聞いてほしい、なんかさ、この前、あの、この前っていうか昨日、おとつい、違う違う、月曜日のフェスの時にさ、東京行ったじゃん。で、東京でさ、タクシー乗ったんだけどさ、そのタクシーの運転手の方が、まあ、すごいおしゃべりな方で、めっちゃ喋ってて、運転中とかも。で、マネージャーさんがこうお話の相手みたいな感じで、あ、なんかパスタ食べたからついてる、お話の相手みたいなのしてて、なんか、え、それ言っていいの？みたいな情報を運転手さんが言ってたクルリンパさん、コリラックマの飛んでるやつ、ありがとう。今日のリップ本当に合う、え、そう、変えてるの、ありがとう。明日の話し会3時間目にお邪魔する、お、待ってるよ、お邪魔じゃないけど待ってるよ。 やばいコメントいや本当にレコーディングの時がっつり両耳派、がっつり両耳派。まこっちゃん、リラックマ、コリラックマ、黄色い鳥、あ、ありがとう。ナンさん、
リラックマありがとう。リョウさんリラコリラックマありがとう。そう、あ、不倫情報そこまではやばくない。不倫情報までではないよ。毎日可愛いが更新されていく。あれちあれちあれちくるくるパスタ初。え、確かにパスタ最近ね食べた、久しぶりに食べた。あ、でもまあ、え、でも確かにそう考えたら、なんか今言ってみたらそんなに今別に言っちゃいけないんじゃないかっていう情報ではなかったかも。でもなんか私誰々さん載せたことあるんですみたいなのを言ってました。え、それでそれで、え、もうでもさ、全く知らないさ、くるくるにさ、くるくるたちに言うぐらいだから言ってもいいやつか。なこさんハートありがとう。昇格できるように頑張ります。お、明日、あ、私明日ですが本当に誕生日です。ちょっとだけでいいので待ってくれて嬉しい。え、おめでとう。明日祝うってことかな。ど、あ、ちょっとフライングでHappy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday dear つのまよさん、 Happy birthday to you、 おめでとう。くるくるで、くるくるだけの一年にしてくださいおめでとう。パスタはね、私クリームが好き。ペペロンチーノも美味しいよ。明日は肉うどん食べて気合いと話し会参加する。いいよ、肉うどん、肉うどんいいよ、肉うどんいいよ。おしりさんグーありがとう。くるくる昇格まであと XXX 万秒、多分3、あ、ま、2、あ、1、もう明日には昇格したい気持ちではありますが白熊の白熊さん、リラックマありがとう。コリラックマもありがとう。黄色い鳥もありがとう。おめでとうございます。あ、皆さんもおめでとうございます。サイアンさんルームで聞いたような言葉え、似てた今。え、待って。くるくるの一年にしてくださいね。え、待って、無意識。私、まあ、サーヤンさんとかその、え、じゃあ、もう必然的に似てしまったのかな、サーヤンさんと。キルーン。てつじさん、黄色い鳥、ありがとう。おしるしさん、ハート、ありがとう。いささん、リラックマ、ありがとう。え、それでそれで。え、そう、意識せずに。意識せずにサーヤンさん。運命かも。ゆきぽさん、コリラックマありがとう。おしりさん、ハートありがとう。そう、サーヤンさん好き。わー、めっちゃ自慢したい、言えないえ、それでタクシーの運転手さんが言ってて、オノピーさん、リラックマの飛んでるやつありがとう。あの前にブラボーの方、長友さんを乗せましたって言ってて、でしかもこの車でって言われて、でしかもくるくるが座ってるとこ指さして、そこに座ってましたよって言われたから、えみたいな、えここにここに座ってたのとちょっとっていう話全く私には関係ないんだけどね。えってなった。オノピーさん、コリラックマの飛んでるやつもありがとう。ツナマヨさん、かわいい、尊い、ありがとう、ありがとう、ありがとう。あ、ブラボー飛んできたえ、サーヤンさん、チェックメッセージもらいに行けてないんですよ。明日行けるかな。
で初めて見たバタ。つなまさんハートありがとう。きのこさんリラックマ、コリラックマ、黄色い鳥ありがとう。昇格の時は事前に知らせてほしい派、サプライズ、サプライズか、サプライズかな。つなまさんハートありがとう。ヤマさんブラボーありがとう、ブラボー。でも私反応が薄いタイプだから、昇格って言われてもあありがとうございますって中村さん猫ちゃんありがとう、猫ちゃんブラボー。つなまさんハートありがとう。あ、中村さんもう一つ、猫ちゃんありがとう。お、明日ひょっとしたら2時間目、3時間目、5時間目待ってますよ。次はそこに長友さんとくるくるさん座ったら言われるかな。言われないですね。でも長友さんと同等に立てる、長友さんとくるくる、くるくるなんてどうでもよくなりますよね。長友さん座ったって聞いたら、お、グッドタイミングよかった。レモさんリラックマンの飛んでるやつありがとう。バレンタイングッズ発送された。ランダムカードのくるくるのゲットできるかな。40個買ったけど心配。いや、きっとくるくるランダムで出ます。オノピーさん黄色い鳥の飛んでるやつありがとう。NWP の時泣いてた。え、そうなんよ。確かに。確かに泣いてた。くるくるさん、店員さんの誕生日サプライズされたら、あ、間違えた。お店屋さんか。で、誕生日サプライズ、電気が消えるやつ。私は、あんまり、嬉しくないかも。いや、嬉しいんだけど、その、サプライズで、なんか急にお店の電気が消えて、ハッピーバースデーとか言ってケーキ持ってくるって、嬉しいんだけど、反応に困っちゃうかも。なんか。ありがとう、気まずい気まずいっていう、なんかアイドルのくせにで人前に立つの好きなくせに、人前でなんか誕生日言われるのがめっちゃ好きじゃなくて、なんか一回お父さんの会社でなんかそのお父さんが働いてるその職場の人がいるところで大々的におめでとうって言われて、私は泣いて叫んでた。小学生の時、うわ懐かしい、誕生日祝うんだよって泣いて叫んどった。それもやばいけどね。それはそれでやめて、こんなことしないで。あ、くるくるこんばんは、間に合った、ありがとう。のべちさんリラックマありがとう。じゃけね、あの生誕祭結構心配なんよ私。あの生誕祭してみたいんだけど、生誕祭は苦手な部類かも。今年の目標くるくる泣かす？もちろん嬉しいこと、感動的なことで。そうだね、まあ感動的なことで泣きたいよね。確かに泣くなら、泣くなら明日仕事中にどうやってお話し会に参加しようか悩んでる。やばい、どうする？どうする？もう抜け出す。お花摘みに行ってきます。ダメかな。1分だけいいですかって言ってみて。明日仕事になってたら間に合うように頑張ってくる。そうか、待ってるよ、待ってるよ。そう、周りのお客さんとも巻き込んでしまうのも悲しい。ちょっとあの難しい。気を使うのが、テロップと猫耳のギャップでクルスッと笑ってもらった。犬派です、でも猫です、犬派です。そう、主役、そうよね、お父さんからしたらええってなるよね。生誕祭では言わんでやって泣かないよ。どうしよう、あの泣き始めて急にくるくる、嬉しい方じゃなくて恥ずかしいの方で泣いとったら、やめて。
やめてって。でも生誕祭やってみたいと思うよね、思うんじゃけど、そう見ると、え、私大丈夫かなと思っちゃう。ちょっとね、早いけどね、まだ心配してる。生誕祭できるかな。まあでもするってなったらまあするんですけどね、それはないとかないから。生誕祭サプライズにする？急に公園で、実は今日はくるくるの生誕祭でした。そうする？面白いな。ウォーターさんにラクマありがとう。アシリスさん尊いありがとう。研究生が生誕できるのもなんだかな。そう確かにね。でも他のグループの方とかはやってたりするもんね。確かにやりたい、やりたいけど気まずいみたいな。昇格し、そうだね、まずは昇格頑張ります、頑張ります。今度一緒にタイタニックごっこいいですよ。あの通称都会でタイタニックごっこ難しいか、難しい。いや現実問題ね、いや10分ぐらいかかるよねお話し会、正直その本人確認とか含めてね。なぜ犬派と書かれているのにルーム入ってしまうのか、釣られすぎなの。釣られてますね、いいですよ、いいですよ、いいですよ。9月24日そうですよ、くるくるの誕生日は9月24日924、覚えてください。ユミリンさんと一緒です。ピンクのトトロさん結婚してありがとう。やだけど考えとくね。でも生誕祭絶対泣きそうになる、人のでも泣きそうになるもん、まあ、自分じゃなくても。え、ってかでも今度生誕祭だから出るの。うわあ、泣くかな。いつもはこらえてる。25日もあんまり今週鼻だれ出るっていうあれ、あの感じしない。くるくるが船の舵をくるくるする動画好きです。いいですよねあれ、ナオピが撮ってくれたんです。ナオピの画角が天才でした。何回も見て。生誕祭昼がくるくる夜がユミリンさんと予想、気早すぎ。確かに、でもあのあれで言ったらね、日程的に言ったらね。ユミリンさん、くるくるの誕生日の覚え方、語呂、国、国よ、国よ、国よちゃん、国よ。マシタカさんリラックマの飛んでるやつありがとう。推しメンの生誕祭はね、見たことない、見たことない。いや手紙泣かしに来てる、本当に泣かしに来てる。25の昼だけ当たってた、いろいろと楽しみになりました。楽しみましょう、楽しみましょう。スケモンさんバラありがとう。あ、電波がやばいから離脱する、ありがとう来てくれて。森
ものすごくたくさんあるわけではないけれど、明日何話しましょう。何でもいいですよ。何でもいいですよ。フェスのことでもいいですよ。25日6メツレだからほどほどの距離。お、いいですね。ほどほどの距離でくるくる。前の席も見たし、後ろの席でも見たし、ほどほどの距離でも見ていきましょう。花だれサーヤンさんと一緒に出るのは久しぶりかも。そう、国を苦しいよ。ちょっと怖いかも。苦しま苦しいよ。ちょっと怖いかもしれない。ちょっと怖いかも。九が西に、ああ九が西にね。あ、九が西。なるほどね。クルージングが次回あったらくるくるタイタニックツーショット。え、タイタニックやりたい。タイタニック。クルリンパさん、小鳥、青い鳥、ありがとう。そう、コロちゃんからの生誕の手紙、あ、なんかさ、思った、生誕の手紙ってさ、生誕委員をやってくださってる方がオファーする形なんですね。初めて知った、それ。あ、初めてっていうか最近知った、それを。運営さんがオファーしてるのかと思ってた、生誕のお手紙だよね。合ってる。自分は3月7日まで公演がないです。お、あれだ、声出し OK になった、公演だ、今度の今度のくるくるの生誕祭は何よりも一番当てたいイベント。もうぜひ、もうくるくる生誕祭来てね。いや、早いか。まだ早いか。9月24日、素敵な二人が同じ誕生日なのが嬉しい。嬉しい、私も。キュンキュンキュン。ゆめりんさん、ゆめりんさん、ゆめりんさん。あ、くるくるに幸せ。それです。924、くるくるに幸せ。天才です。それです。それです。運営さん経由、あ、最終的には運営さん決める。あ、そうなんだ。生誕委員さんの方が決めて、運営さんに言って、ヒュイヒュイって伝わる感じね。なるほど。当日生誕だったら、日曜日だから倍率高そう。確かに、当日、確かに当日、9月24日。え、今年9月24日、日曜日？くるくるひまたぎ配信もできないんだった。年齢がダメで。え、18になるから OK とかないの？ええ、ないか、学生か。ひまたぎは NG。 なべっちさん、黄色い鳥、ありがとう。え、くるくる18になる年よ。やばくない？怖いんだけど。明日はサインのみ参加です。ありがとう、待ってる待ってる。サイン見てね、サイン会。やばい、18。え、成人なんだけど。やば、成人、やば。当日の、え、当日意識したらおかしくなっちゃう。当日かいや、高校生だからダメ。イントネーション待って、当日おかしい。え、そう、え、そう、長野芽衣さんとも同じなの。そう、長野芽衣さん、くるくるまだ JK2 だよ。若い、成人、七五三じゃないんですよ。え、小学校卒業、おかしい、おかしい。JC2 じゃない、おかしい。 JK ですね。 JY でもないね。くるくる、そう、免許取れちゃう。免許さ、私取れる、
え、車運転できる自信ないんだけど、怖い。明日も一日くるくるだけのことを考えられるので幸せな一日になりそう。いいですね。信じてないけどその言葉は、その言葉は。オノピーさん、黄色い、あ、違う、青い鳥、ありがとう。トイさん、レボスター、ありがとう。え、やば。え、花の JK 終わるのって、あ、でもまだか。まだか。あと、7ヶ月あるわ。気が早い。気が早いよ、みんな。まだ、17年って半年しか経ってない。でも、花のセブンティーンやん。一番ピチピチじゃない ?17 って。JK ブランドが消え去っていく。免許の学校通うだけならもう通える？今？やばい。やばい。免許、合宿と、日帰り？日帰りっていうか、合宿ともう一つなんかあるよね。合宿と、器用だから運転うまそう。本当？運転ね、どうなんだろう。絶対下手なんだけど、私。待って、なんかさ、自信ない。運転。怖い。18になったらグミ禁止？無理！無理！あと半年、ビチクル楽しむわ、ちょっと。ビチクル、ナオテのボブさん。コリラックマン、ありがとう。ピチピチって言葉に昭和を感じざるを得ない。節々からちょっと昭和溢れ出てる私。確かにピチピチって言わんか。くるくる20歳。え、どうなっとると思う？逆に。一瞬ナースかと思った。ナースです。よろしくお願いします。どこが悪いんですか？くるくるは永遠の17歳。原付きさ、怖いなって思う。でも、お父さんに取りなって言われたけど、怖い。怖い。くるくる似合いそうな車？想像中。え？何が似合いそう？車の機種が出てこない。アウディ？アウディ？アクセルとブレーキに足が届かないよって言ったら可愛い。じゃあ言おう。え、絶対届かん。でも普通に本当に届かん可能性ある。足短すぎて。来週の歌唱力でくるくるに会えるが楽しみ。待って、来週か！やばい！18ってもうセクシー路線まっすぐ。年齢でもうセクシー路線行っちゃうの？え、大丈夫じゃないかもしれん。くるくるの振り袖見たら感動で泣く。いや、ほんと泣く泣くるくるよ。45分ありがとう、教えてくれて。日産のマーチ、あ、マーチ、日産聞いたことあるぞ。マーチ、小さくて、あ、丸くて小さい車っぽい。あと調べてみよう。確かに、でも可愛い車乗ってみたいな。でも可愛い車乗ったら舐められるって聞くわ。舐められるから、あの、男っぽい車乗るのもありだよって。シトロエン初めて聞いた。シトロエン確かに広島なら松田。確かに松田か。松田ね。くるくる運転したら外から見たら無人車に運転したら前から顔見えなそう。座高高いので大丈夫です。足短くて座高高いので。本当に。え、舐められるよね。え、天猫さんっていう OL YouTuber さん、フェラーリを含め4台持ってる。やばっ。
高級車4台やばやばやばなんどっからお金溢れてきてるんだ。そろそろスクショタイム。黒いがっしりした車だと煽られにくい。えだよね、日本国旗のシール貼ると完璧。わなんかかっこいい、かっこいいぞ。オロチさんコリラックマありがとう。ズッキュン。見えない。目が回っちゃったポーズ。黒島来たー、来るじゃないか、目が回っちゃったー。運転うーんしょ。犬っぽいポーズと猫っぽいポーズ連続で犬、あこれ猫、え待って犬わかんない。これ合ってる。このコメ読んでくれた瞬間に猫送ります。クロリンパさん猫ちゃんありがとう。でかい猫ちゃんありがとう。そう、正常派儚げが儚げ儚げな美しさある。嬉しい。なわてのボブさんリラックマこれ黄色い鳥ありがとう。クロリンパさん猫ちゃんでっかい猫ちゃんありがとう。マネギ猫ポーズ。神様の言う通りに出とったわ招き猫映画発電機回して、確かに回してるみたい。そう気まずい。ねむねむにゃんこ今日もねむねむにゃんこ。ハム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 気まずいにゃんこ。それでは壇上読もうかな。こんな感じでくるくるにゃんこかわいい。嬉しい嬉しい嬉しい。そう気まずい笑顔させたら右に出るもおらん。これはくるくるがナンバーワンです。気まずい顔ナンバーワン。よろしくお願いします。なんかかわいい、嬉しい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 。無理やりコスプレされてる。確かに確かに確かに。今の表情だと。13位柏木まさきさんありがとう。12位オロチさんありがとう。11位花火師さんありがとう。10位オノピーさんありがとう。9位マスタカさんありがとう。8位竹まつるさんありがとう。7位トイさんありがとう。6位ヤマさんありがとう。5位シンゴさんありがとう。4位ツナマヤさんありがとう。3位ナカムーさんありがとう。
2位ムニエルさん、ありがとう。そして1位はドゥルル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 パーン、クロリンパさん、ありがとう。クロリンパさん、ありがとう。猫ちゃんもいっぱい、皆さんありがとうございました。猫ちゃん合ってたかな、猫ちゃんが来るタイミングとくるくるの合わせてるタイミング合ってたらいいと願っております。皆さん今日も配信見てくださってありがとうございました。今日めっちゃ可愛いクルニャンでした。よかったー、よかったー。あ、銀河一、ありがとう。優勝、ありがとう。明日はサイン会、お話会、通称都会、よろしくお願いします。サイン会はちょっと頑張って書いていきまーす。そして明日はおしましもあるので、ぜひくるくるの話し会買う勇気はまだないが、おしまし行ってみようかな、かにゃかにゃって思ってる人はぜひくるくるのおしまし待ってます。そしてメール返信も待ってます、待ってます、よろしくお願いします。それではおやすみー、おやすみyou